皆さんはこんばんちはです、パパスです。今日は今バラバラにしていってます。で、F は腰折れんでしょ、 NBOX カスタムターボですねのセルモーターかなを外していきたいと思います。外すだけ、社長いける？まあだから今後、まあ今はないと思うけど、うん、今後まあ修理があった時のために参考やで、参考にね、うん、ちょっとまあこんなとこにありますよ、で結構みんなな、うん、その自分に合えへんかったら間違いやとか思ってるけど、うん、いろんな修理の仕方があるから、うん、それはその人によって外し方も違うし、うん、で今回の場合はもうほらバラバラにしていってる部分で、うん、ほんまに整備じゃないから、うん、まあ、うん、こんな感じで外すんやでみたいな、うんうんうん、でまあアドバイスはできるで、うん、ここはこうした方がええとか、うん、で一つの参考でね、うんうん、まあ皆さん見ていってもらえたらと思います、うん、今日は手袋しようかな綺麗やん、しかも新品やん、いつも汚いけど今日新品やん、やっぱりやるとこから、まあ後で考えるわ分かった、行こう社長とりあえず、はい、とりあえずまあどんな感じの作業がいるかやったら、うん、まずこのショックと箱を外してもらって、はい、でちょっとこうスタビリンクはちょっと邪魔やから外しとった方がいいと思うけど、はい、まあタイロットも全部ついたまま、はい、ボローンとこうなってゴソッとこう寄せとった方がいいと思うな、うん、ブロッと、うんうん、まあロアームがひょっとしたらこう上に来るから、はい、ちょっと外した方がいいかもわからないけども、うん、タオルね、うん、ドライブショットがちょっとこう邪魔になって、うんうん、多分ここにダイナモがあんねんか、ああめだから、うん、ダイナモがあったね、外せへんかったらセルモーターが外されへん可能性もあんねん、うん、器用なしやったら外したら、はい、このここまあ抜くのがね、うん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 、ここな、うん、だたこんな感じな、うん、だってダイナモこっから抜いたもんで、確かフェンダーライナーがこうちょっとあったから、はい、カバーかフェンダーライナーを外さなあかんかな、はい、まあ器用な人はこっからはい、もう外してしまってるから、うん、実際分かれへんやん、せやね、動画あるからそれも全部、そうそう、ダイナモのちょっと見てもらったら、はい、うん、でバッテリーのマイナスは絶対に外して、うん、分かった、このダイナモとセルモーターの場合はもう絶対にこの、うん、カプロこういうゴムのキャップついた、はい、あるセルモーターにも出てるけど、端子や、うんうん、これバッテリーと直接つながってるから、うん、これプラスやからもう、はい、ついとったらパチン、はい、うん、全部マイナス外してね、うん、でまあダイナモが邪魔になってダイナモが外しましたとこぐらいから始めてます。OK、うん、よっしゃよっしゃ、これも全部下から下から行くよー、覗きまーす、今はドライシャー、うんうん、でドライシャーがまあ邪魔やから、はい、ここまでここ通ってんねんけど、うん、まあセルモーターいけるかもわからへんけど、うん、ちょっと難しいかな、あ、あの丸いのね、セルモーターってこれな、うん、分かったよ、うん、こう照らしたら読めるかな、うん、うん、で、うん、ここでまあ障害物があるのが、はい、まあ、ダイナモちょっと外さな多分外れへんと思うねんけど、はい、ここにオイルプレッシャースイッチがある、うん、あった、ネズミ色の、うん、はい、まあ押したら抜けるっていうやつね、はい、でその上にもう一個見えてんねんけど、あれノックセンサーやと、ノックセンサー大きい、これは横から見えるかな、こう行こうかな、この中腰がちょっとなだからこう見えるやろ、見える緑、うん、のカプラ、うん、うん、でその手前にグレーがあって、ちょっとダイナモのやつちょっとはいかわしとこうか、うん、見にくいな、うん、でこの上に下から刺さってる、これわかるか、鍵や、ちょっと待ってや、よし社長こっちから、うん、ここまで入ったいけね、あ、そう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 、いい感じ、黒いこれノックセンサー元から外してもええし、はい、カップラだけ抜いといてもいいし、うん、外しにくいなごめんね社長、持ってもらって、うん、あ、取れた、あ、取れた取れた取れた、はぁ、あ、はぁ、あ、これね、うん、線切る恐れがあるから、うん、はい、で外すときに当てたら、うん、で取り付けボルトは、はい、これお、うん、1個な、うん、1個、これ14?12?12 やと思うねんけどな、見て、さっきちゃん分かるようになってきた、うん、いや14かも分からへんけど12かも分からへんけど
まあ後で工具入れてからな。はい。でこの上に同じサイズで、はい、なんかこう出っ張りがね、出っ張り親切にボルトを長くしてくれてるやつが、うん、あ、そう、このこれ絶妙、これね、あ、うん、下向きでついてんのかな、違う、え、どっちどう見て、こう、こう向きに、うん、これと一緒の向きで、あ、親切にここまで長くしてくれてるね、あ、うん、まあ取り付けボルトね、はい、にまずここ、はい、これセルスイッチのカップラーやけど、うん、よし、あかんな、見える、あ、すげえ、あ、抜けた、あ、抜けた、うん、もう一個がさっきあのバッテリーショートしますよ、このゴムの、ね、あ、じゃあゴムの茶、なんかちょっと焦げ茶色なんで、ね、ボタン紙のすぐ後ろ横側かな、うん、についてるやつ、あ、もうちょいやで社長、硬いな、硬い、全て硬いな、よいしょ、あ、抜けた、うん、はあ、いいね、でこれが、うん、これは、うん、どう見るかな、12かな、うん、で、うん、お、うん、見える、この B 端子は、はい、12、ああ、ちょっと待って、うん、まあ、これあかんから、撮影所にもドライブショット見とくわ、あ、そうしよう、うん、あえてちょっと、うん、ドライブショット、リアルにしようもだけど、そうですね、あ、大丈夫、社長、よし、いけ、あと、ドライブショット、あ、もうちょっと、やっぱ中になってきた、大変ですね、あ、作業はできても、あ、取れないんだ、あの外す方向で、はい、あの、うん、人が撮影してるから、うん、外されへんや、うん、外されへん方向で外そう思ったらやっぱり大変や、とりあえずドライショット、 OK、 よいしょ、おー、取れたで、こういう感じで、え、もう抜けた、うん、うん、あ、せやね、うん、うん、はぁ、抜けてないか、また、え、うん、うん、あぁ、オッケー、こんな感じですね、ありがせんなのよ、まあ、うん、サビリ線ブラートショットも大丈夫だと思うけど、はい、こいつだけちょっとあれやな、うん、向きが、うん、向こうからやから、うん、奥に入れへんように気をつけてね、うん、裏で噛んでしまう場合があるから、あ、そういうことね、ここまで来たら噛んでね、ボルト外して、うん、社長こっちから外せ、ボルトいい、いや、むっちゃ言ってる、私、むっちゃむっちゃ言ってる、そっちの方がいいかな、そうやね、あ、よいしょ、 こっちから見て、オッケー、こうして怖いか、うわー、で、いや、見えて、で、まずこれな、はい、で、ここをまず、はい、一番初めに緩めん方がいいわ、うん、上から、うん、上を、おー、そこね、うん、やっぱり重要やな、おー、うん、この下を緩めたら、うん、この上のボルトが、うんうん、外されへんから、うん、ちょっと重みでね、重みでってこと、ちょいちょい、うん、そうだ、こう、うん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 、ガタッとなるから、うん、下を緩めずに、うん、まず上のボルトだけを、うん、抜き切ってしまっていいんかな、まだちゃうかな、うん、
もう抜き切ったわ、抜き切ってしまっていい、うん、だからボルトはここに頭ついてるけど、つけやすく、ここが見えてたんか、のっぽさみたい、この外したら絶対取り付けない、だからその位置を大体覚えておいてくれ、はい、一応ここやなみたいな、でスコットこう頭が入るときがそやからな、セルモーターと一緒に寝たわけね、うん、上のボルトを外してからこれね、はい、これ硬いから、うん、今こう分かる、配線カップラー割ったりとか、あるある、うん、ここで今なっとって、うん、それ慣れへんようにちょっとかわさなきゃ、はい、下がってけへんように、うん、手で支えてね、うん、その B 端子入っとったところもやっぱ潰れたりするんですか、工具ガチャッと当たったら、うん、ゴムがちぎれたりするもあるし、うん、まあラジェットとかでよう割れるからな、うん、気をつけて、でリビルトとかは、はい、ここが結構チャチリコ作ってるから、あの締めすぎはやっぱ割れるな、ああそういうことね、うん、見えてるよう割れてるやつがあるぞ、うん、この青いボルトのとこね、うん、青く色塗ってる、うんうんうん、へえ、でこのまま、はい、このセンサーとかをはあ、かわしてもらっ て、これやったら多分ダイナモあかんかったけど、ここにシャフトがあるけど、取れたよ、そのまま行けた、でつける時はこれ入れとった方がいいわ、そのまま、うん、これを入れとった方がいいわ、うん、今やったけどなかなか入りが悪いから、うん、よいしょ、ちょっと待って社長、おいしょ、これを落ちひんように、うんうん、まあ、今ドライブショートがないから簡単になってるけど、はい、ちょっともうちょっとややこしい、で、え、今入ったら、うん、まず下のボルトを今度逆な、はい、ほら動くやろ、ほんまやね、今動いたやろ、こうちょっとこう、ああちょっと動くやろ、で、下のボルトを、はい、こうやって確実に入れてもらって、うん、で締めへんで、うん、締めへんけどこう締めてもらって、ある程度手いっぱいで締めてもらったら、うん、こっちが、うんうん、そう、うん、入ってるよ、入った、うん、入った入った、うん、で、うん、これね、さっき危ないだったの、これがちょうど裏で挟まる場合が多いから、うん、やるかね、皆さん、このタン、うん、タン、うん、な、うん、避けたやつね、おいしょ、きっちり、うん、入れてもらって、はい、で、ナット締めてもらって、うん、で、ここをこの周りのこのプラスチックが割れるから割れへんようにして、はい、で、スイッチつけて、うん、カップウッド、うん、で、この辺して、うん、でダイナモが外さな頑張ったらダイナモをまた逆で取り付けてもらったら、うん、はい、こんな感じやね、はい、こんな感じです、うん、ちょっと締め付けトークとかは、うん、まあメーカーのホームページで調べてもそう、こんな感じで今日セルモーター外していったんですけど、まあボルト2本やしね、外しやすいっちゃ場所分かった、外しやすいかも、うん、で注意点は、うん、このねこうついてて、ここのボルトはつけるときはもうこのままつけたまま行ってから下、よいしょ、下止めて、うん、上止めた方がいい、うん、でこの B 端子は注意、これなほんまにあのリビルトのやつここチャチーねやから、うん、ね、クッと閉めたらパーン割れたり、ここが割れるやつもあるからそんなんで元から行くの、ここ割れたらもうアウト、うん、アウト、アウト、で抜くところはこのカプラーとここもキポンって抜いたかな、ここは抜いてない、ね、かな、これどうやった、あ、ここにセンサーが2個ついてるからね、それを外してね、まあこんな感じですかね、私的には一番間違いやすいのこれやな、思った、これなんやろ思ったもん最初、うん、これはダメ、それはそこと繋がってるだけやからここの、うん、スイッチのところに、うん、これがパチンと電源が流れてて、うん、ここにモーターがあって、うん、でこのスイッチで電源入ったらこれが
流れパチッと、うんうん、電源入って回るよ、ね、ああそういうことね。まあまあこんな感じですわ、うん、皆さんまあよかったら作業の参考程度に見てもらえたらありがたいです。参考にしてください。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。